名古屋城へお参った。これよりは名古屋おもてなし部署対演武の告示。こたびの出陣は前田利家様、わし加藤清正、そして前田圭司殿じゃ。殿は足軽陣笠隊東間夏にございます。本日は特別に秋の国より秋広島武将隊の皆々様方もお越しくださっております。さあ皆の衆、我らの演武楽しんでまいろうか。ではまいるぞ。いざ出陣。あいただき、小さなお子は前、そして立っとる方は前から座る。その際にレジャーシートの貸し出し行っておりますので、ぜひともご利用ください。そしてこたびとても暑いございますので、熱中症対策はお怠りなくお願いいたします。さあでは改めまして自己紹介だけさせていただきますと、はい、拙者新学生の東間と申します。夏にございます。我ら名古屋おもてなし部将隊新型隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ先ほども申しましたが、はい、我らはこの名古屋城を拠点にする名古屋おもてなし武将隊ですが、はい、本日はなんと広島より、はい、秋広島武将隊の皆様をこの名古屋城ご来場でございます。はい、全国に30ほどある武将隊の中からこたびは2つの演舞が見られるという特別な日にございますね。はい、皆様には存分にお楽しみいただきたいのですが、はい、ただ見るだけでなくぜひ参加していただきたいと思い、はい、皆様には勝ち時というものを一緒に挙げていただきたいと思います。はい、勝ち時と申しますのは右手の拳を、えいえいあーえいえいあーえいえいえいあーと三度挙げるものでございますね。皆様方にはあーと三度言っていただきたいと思っておりますので練習をしてまいりましょう。さあでは皆様、右手の拳ご準備くださいませ。どうぞ皆様でお願いいたしますの。はい、では一度練習をしてまいりましょう。はい、では拙者が武将様に代わりまして号令をかけてまいります。えいえいに続いて、おー、こちら3回繰り返してまいりまする。はい、まいりますぞ。はい、皆の者勝ち得者それえいえいあーえいえいあーえいえいあーありがとうございます。本番も今のように元気よくお願いいたします。さあ我ら名古屋おもてなし部将隊は400年前より蘇りし者の集団。本日は現世という戦国の生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神性お届けする所存でございます。世は太平ある、その暮らし悪にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ。故に方々は蘇る。戦はにございまする。ここは桶狭間か。違います。ここは味方があるか。違います。両球人、ここは長篠か。違うの。ここは関ヶ原か。違うの。ではどこじゃ。広元の国平成の世の合戦場にございます。面白い。皆の者出陣じゃ。あさあ皆さんで手を合わせまいろうか。
時代を切る皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜もうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋をおもてなし武将隊ワイルズ。おじき、こんなにもたくさんの者が集ってくれたということで、やはり秋広島から参った者もおるんではないですか。さようにござるな。広島から参ったよ、注文手を挙げてくれ。おおおおおおるのおるの、遠方よりわざわざありがとうさんじゃ。ありがとうござるよ。名古屋は暑いじゃろう。そうじゃ、これ何故かと申すと、名古屋城実は石畳になっておる。穴を掘って天守閣攻められんようにな。ということな、地熱上がりやすいんじゃ。なるほど。これもシノロの空備えということで、下べらがシドロの泥、シロの備えですな。そうじゃ、シロの備えということで、南の暑いけれども、またすぐさま秋広島武将隊がなんとわざわざ今日来てくれておるのでな、ぜひそちらの演舞を楽しみにいたしてくれ。これは多分楽しみにしてるものたくさんおりますよ。見るところをなんか、おじゃな、いわゆるカープなるものが、ああ、売り物してるものが野球、もう応援しに参ったということで、この広島の、野球団体は下に、歌手の者が多いと聞いておる。さようですな。実はこれ中日もな、我らが竜の国多いんじゃけれども、負けてられませんな。負け取られんということで、こたびは広島とそして名古屋と共に楽しんでいただこうということでの、ぜひぜひ存分に楽しんでまいれ。さようですな。さあ、ではもう面々準備できたんですかな。まだじゃな。まだか。まだじゃ。いわゆるこれ大名が場をつなぐ。そうじゃ。場をつなぐやつですな、これ。わしらが。ですがな、非常に世知辛いんじゃ。わし、そして加藤清正は戦国時代大名
ゆい何万石というお主らのお金でいうと、わしは前田刑事だけな大名じゃないんじゃ。何故かと申すと給料が少なかった。残念なんじゃ。これは置いといてくれ。お、今笑い取りましたぞ。よかったよかった。ただ我らはお主らの時代、この時代でいうと、会社の会長ぐらいの偉さ。社長よりも上ですな。さようじゃさようじゃさようじゃ。まあ、ということでの、そんな我らが、このように南々の前で演舞をやるということは、南々に少しでも元気を出してもらいたいということで、夏の暑さを乗り切って、共に歩いて参ろうということじゃ。さようにございます。これぜひとも遠方より参ったものは名古屋飯なんか。そうじゃな。これ秋広島武将隊の面々の方々にもぜひときしめんとかさよう、おかつとかそういったものを食べていただきたいなと。きしめんはな、冷たいのもあるよいの。さらにこの季節麦酒を主ら飲みたくてしょうがないじゃろ。いわゆるビールじゃ。ビール飲みたいものたくさんおるわけだ。じゃあおじき、150人前ぐらいお願いします。よーし、ではわしごちそうです。力を借りて、よーっ、一番拍手をきました。お主らな、一番拍手をきました。わしにお金攻めると加賀の民が襲ってくるからな。気をつけよ。生まれ故郷は尾張だけれども加賀、現在の石川県の者たちが襲ってくるからな。ぜひ気をつけたまえ。おじきの陣ぶりによって。はようじゃが。まあ備えにな、金はないけれども元気だけは与えてまいる。そうですな。この後も名古屋城と違って5日から宵祭りというものがあるということで、15日までやっとるよいの。ぜひともそちらも楽しんでいただきたいと思うところでございますが、そろ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 おじき手参った。整い申した。ではみなみな、大変お待たせいたした。暑い中では続きは秋広島武将隊の面々が楽しませてまいる。皆の者もしかとその目に焼き付けよう。上おう。秋の国を駆け巡った熱き者の二人が450年の時を超え、今ここに蘇る。皆者、名乗りを上げよう。夢の続きを求めて確かめる彼は眠れない。
武将隊ここに見参。皆様、こんにちはじゃ。こんにちはじゃ。我ら、秋の国、広島より参った秋広島武将隊じゃ。我ら、秋広島武将隊は秋の国、広島の礎を築いた毛利家にござりまする。そして、かの広島城を築城したのが私、毛利輝元にござりまする。我が郷土秋の国広島は輝元が築き上げた広島城の城下町として長きにわたり大いに栄えた町じゃ。我ら秋広島武将隊は城下町広島の魅力を広く世に伝えるべく450年の時を超えこの現代に蘇ったのじゃ。毎週日曜日、広島城の二の丸という広場にて1時半と3時の1日2回演舞を行っております。本日はわしの演舞をとくとお楽しみくだされ、よろしゅうお願いいたします。よろしゅう頼む。それでは改めてマイクを入ったところでわしら毛利家の紹介を毛利家の紹介をさせていただく。まずは我が弟小早川高垣じゃ。スイッチかな、スイッチかもしれん。三原城城主毛利家三男小早川高垣の皆の者、よろしゅう頼む。毛利水軍総大将にして豊臣秀吉殿のもと五大牢にまで駆け上がった我が弟小早川高垣をよろしゅう頼む。続いて我が甥っ子毛利輝元じゃ。広島城主毛利輝元にございます。よろしゅうお願いいたします。ありがとうさんじゃ。広島城初代城主にして関ヶ原の戦い西軍総大将我が甥っ子毛利輝元、よろしゅう頼む。すごい応援してくれとる。どうするの。応援しとる。そして我らが父上毛利元就公じゃ。戦国の左眼戦国の計り神毛利元就じゃ。皆の者、よろしく頼む。ありがとう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 。戦国最高の父親とは我が父親のこと、頼れる我が父親毛利元就公よろしゅう頼む。我がおじいはタイミングというものを間違えたよ。間違え間違え。やってくれた。あっさでやられた。まさかの。わしより甘いものが。見えない
先に出られそうだな。改めて平山城城主毛利吉乱暴れん坊毛利吉乱吉川元郎じゃよろしゅう頼め。ありがとう。まだよまだよ。本日はこの4名に加え我ら忍び衆杉原森重を加えた稽古名にてここ名古屋城西の丸に出陣しました。なので今日は我らの演舞とくとお楽しみください。よろしゅう頼め。よろしくお願いします。今日の良き日を祝い、そして南野様のご多幸を記念して勝ち時をあげましょうと。これの笑い声何なんですか。後ろに何か来るのかなと思ったこのタイミングじゃないかなと思った。よし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 、まだ来ないですから。まだ練習いたしましょうかの。そして今日はせっかくですからここ名古屋ということで、名古屋広島100万一心で行きたいと思いますゆえ、お10円お願いいたします。ほっ、練習のこと。はいよやろう、お兄ちゃん。いいよ。私が名古屋広島と言ったら皆様は100万一心と声高らかに右拳を天高く上げてくださりませ。うん、これが我ら流の勝ち時の仕方じゃ。ちなみに100万一心とは皆で心を一にし力を合わせれば何事も成し得るという意味じゃ。まずは練習じゃ。いくぞ、名古屋広島100万一心。戸惑いが見えるな。まだ慣れてない。まあまあ戸惑いが見える。まだまだ練習いくぞ。まだまだ名古屋広島100万一心。ワンパス名古屋広島100万一心。名古屋広島100万一心。オッケーじゃ。それでは父上本番よろしくお願いいたします。いや参るぞ。大きな声で元気よくじゃ。我ら100万一心皆で心一心力合わせ共に頑張って参ろうぞ。南野の明日のために未来のために夢を勝ち取るために行くぞ。名古屋広島100万一心。望む天が一応この手に掴む。
島城へ。ありがとうじゃ。ありがとうじゃ。出てきた。あ、やって。また出てきちゃったぞ。いやいやいや。バッチリ。いい感じ、いい感じ。秋広島武将隊の皆々、改めて拍手を。ありがとうじゃ。ありがとうございます。いや途中、わし前田利家気が流行ってくなってしまいましたが最悪でしたか、まだあるのあれなんかー私前申したよ。まあ、というのもじゃな、話いきなり飛ばすけれども、実は、名古屋おもてなし武将隊、そして秋広島武将隊の他にも全国には30以上の武将隊がこのように城でな、皆々をお迎えいたしておるという次第で、我らは仲良く共闘いたし、切磋琢磨しておる次第じゃが、今度はなんと、広島の国から名古屋まで来てくれたということで、大変我らも励みになるということで、どうもありがとうござる。ありがとうじゃ。ありがとうございます。年齢関係でいうと、わしよりだいぶ元成殿は年上、直接対面したことも戦国時代でござらんぐらいに遥か上の存在であった。わしの年わかるか。存じませんいや見たまんまじゃ。いやいや、恐れ多く存じませぬ。正直に言うてみる。480ばかりかも。ああ、わしこう見えても半年で510っていう。南の拍手、はい、素晴らしいぞ、この年齢は。奇跡の519ですか。素晴らしい年齢。この五島来もう全然喋れんけれども、もうものすごい長い人間長寿、もう神木じゃから。お、それは褒めとるのですか。褒めとるんじゃ、褒めとるんじゃ。ということで、何やらこの後も、どこぞでイベントがござる。あ、ほうじゃほうじゃ。照本どこじゃ。関ヶ原へ参りたいと思います。やっほー。私西軍総大将ですから。当時は行ったりしてはございませんのか。あ、じゃあ、こたびが初めてだろ。こたび初めての関ヶ原で。採用にございますか。西軍トーマスはうちの加藤清正、関ヶ原の合戦で東軍。あ、お久しぶりです。動揺しすぎじゃろ。今この場には東軍それがししかおりませんどうだそうだ、刑事との毛利氏の西軍じゃぞ、わしもバイクは届かん。まあ、ここで一発起こってしまったらとんでもないことになるので、まあ、現世は仲良くいたすと、そういうことに。あとなんと、あ、花火は五大老がおるの。さようにございます。わし前田利家、さらには毛利輝元と、こちらの二人はなんと豊臣秀吉で、ね、あれボケてしまったか。あれ、おじき毛利輝元と。わかるか、小早川。はい、下は小早川高掛殿。正解。ありがとうございます。ちょっと待って同じ五大老なのに名前言えて拍手おかしいじゃん。家で当たり前なんじゃから。そうじゃ、まあ、でも、まあ、現世において久しぶりの初めてのマネージャーさよう、さよう。全然見えませんよ。豊臣政権下では我らが一番上、そして共に、豊臣秀吉の息子、秀頼様をお支えいたしたと、これ同じ役職で、同じような役職で頑張っておったという過去がござるのでな、現世でも、共に共闘して参りたいと。さらには広島から来た皆々、他にも全国津々浦々から参った皆々も多いと思うが、この名古屋で存分に楽しんでくれるという次第にござる。そうですな、もう日の元にある武将隊が一致団結して武将隊文化を盛り上げて参ろうという所存でございます。おう、じゃ、そしてその一致団結する催し物が、お、何やら8月に。8月の、そうですな。おう、じゃ、何日じゃ。8月の27。正解。おやだ、おじきと出来が違うじゃの。ちなみに場所はどこじゃ、戦場はどこじゃ。地下の、まずは、ちょっと待って、今土地地下の言うたが、どこの地下じゃ。ざっくりさせてる話じゃな、まずな。場所は、土地は。はい、2年連続、どうじゃ、どうじゃ、ほうじゃ。初めから
のよ。はい、行かせていただきました。出せるもと、案内せ。広島駅地下エールエールという場所にございます。そう、エールエールにございます。ああ、言うとったもん、言うとった。そうです、そうです、そうです。名は何と申す？名は何と申す？催し物の名は秋広島夏の陣でございます。よーかっ、どこの隊が参陣するんだ？名古屋の方々たちはもちろん、熊本城から、熊本城おもてなし武将隊の方々もやってまいりまするゆえの、何やすごい肉体になりそうです。そうだろう、楽しみだろう。ぜひ、まあ、南なら、名古屋だけでなく広島に伺う際あったらば、そちらも援軍よろしく頼むということじゃ。まあ、このように、全国津々浦々いろいろやっておるので、南なぜひ横園の城で我らの仲間たち、あったらばぜひどんどん積極的に交流を図ってまいれ。さらには午後もな、南なと、写真を撮れるというここを設けてまいるので、ぜひそちらも楽しみにいたせ。さあということで、せっかく、ここで両隊が集っとるので、南なに写真を撮ってもらおうか。ああ、ほうじゃろ、思いまして、陣形を組みまするか。あ、ということでの、一旦我らは陣形を組んで合図いたす。これはもう秋広島流で合図をいたすので、その秒数に我らをパシャパシャ取ってくる。ということで、これら一旦もうチートだけ下がりましょう。もう2歩、ははは。これで両隊もうチートギュギュッとギュギュッと真ん中に詰めて、そしてですが、なんと我らの隠し兵器がございまして、この幕を広げよう。なんとこちらドドドドドン、ようこそ名古屋へ。改めて南名感謝いたす。ありがとうさんじゃあ、さあということで、ここからは陣頭指揮を広島の正体の南名に、では入ります。ではでは、照本、かしこまりました。では南名様から見て、右側の方たちから撮りたいと思います。もちろん秋広島武将隊ということで、急カウントで行きたいと思います。では参りまするぞ。カメラの準備よろしいかの皆の衆、こちらから行きますか。はい、毛利から。こうじゃの、説明をの。今から私たちがはいと言いますから、南名様でご一緒に毛利と言って、この毛利の三つ矢の教えであります三本根のポーズで、よろしくお願いいたします。では参りますぞ。はい、毛利参ります。広島ねえ、ぶつ、しる、なし、たん、たん、ねえ。ありがとうさんじゃー。ありがとうございます。広島のの新名物で、汁なし担々麺というものがございまして、私それ去年食べ過ぎて8キロ太りました。めでたい、めでたい。では次は真ん中の方たち参りますぞ。いやー、これずっとわしやりたかったんですよ。そうじゃ、ペーストがの昨年聞いてくださりまして。では参りましょうかの、カメラの準備よろしいかの。では参ります。はい、もういい。広島ねえ、ぶつ、しる、なし、たん、たん、ねえ。ありがとうさんじゃー。続いていきまするぞ。南中見て左側の方たち、よいしょ、準備よろしいかの皆の衆。では参ります。はい、もういい。広島ねえ、ぶつ、しる、なし、たん、たん、ねえ。ありがとうさんじゃった。ありがとうじゃ。ありがとうござる。さあ、といったところで、我らもそろそろ退陣せねばいいということで、最後は、秋広島武将隊の南名の恒例の、あの締め方でまいりましょう。ほうじゃ、ほうじゃ。では照本、はっ、今日全部私でございます。よろしいですか。ええぞ。では先ほどもやりました、名古屋広島と言いましたら百万一心と、南名様超えたからかに右拳を上げてくださりまして、一度だけ練習をしたいと思います。名古屋広島百万一心、皆様からのそれ以上でよろしいお願いいたします。では二十名様、では参るぞ。大きな声で元曲じゃ、行くぞ。名古屋広島百万一心。ありがとうじゃ。ありがとうじゃ。Thank you.
流れをさせていただいて、かしこまりました。この後我々はこちらに場所をお借りいたしまして、撮影会、そして、花王太陽で、時間がですね、12時10分までとさせていただきますので、その時間を許す限り写真バシバシ